しい。手前。なんでこんなにも苦しいんだ。うん。朝だよー。と言ってもまだ5時ですけど。じゃあ、なんで俺の布団の中に入ってんだよ。あさって冷えるから。自分の布団はどうした？そんなのとっくの昔に片付けたわよ。おう、それで、なんでまたこんな時間に起こしたんだよ。それは私です。ちょっと調べたいことがあったので。調べたいこと、こんな早朝から。はい、今からご主人とせっかちゃんの潜在能力を確かめます。今更だね。ここで調べた結果で今後の育成方針を細かく決めていきたいので。なるほど、確かに狩猟といっても何をどう鍛えたらいいかわからないからね。せっかちゃんの専属神になってからの自分の潜在能力を知りたいでしょう。確かにそうだね。前回から大幅に変わってるから私自身把握できてないし。それじゃあ早速始めましょう。それじゃあそのままじっとしてくださいね。メリアちゃんって能力使えなかったんじゃないの？これは能力ではなく、体質なので、意識を集中することで、対象物の情報を完全に入手する。全知の力ですね。へえ、便利だな。まずは肉体。これはほとんど人の時と変わりませんね。紙になっていますが、そもそもあなたは不老不死の一族でもありますから、大家氏に関しては紙に近いものはありました。え、待って、不老不死の一族って何？霊下さんの血筋で一定の年齢を迎えると年を取らなくなる一族ですね。え、初めて知ったんだけど。後のことは霊下さんに聞いてください。なんか重大な事実を何気なく暴露されたんだけど。全体的に才能の器が大きくなっていますので、最上級クラスは見込めますね。戦闘力は、1億。下がってる。能力は冬を。どうしたの、メリアちゃん。いえ。ですが、ここまで。え、何？せっかちゃんの能力だった、冬を操る程度の能力、が消えています。え、嘘、でも専属神になってからも氷は使えたよ。その代わり、原子を支配する能力、を手に入れています。原子を支配。これはすごいです。神界でも希少種と呼ばれている能力です。おそらく2人くらいしかいません。そんなにすごいの。原子とは、すべての始まりを支配する、能力。簡単に言えば、ゼロからあらゆるものを生成、支配。逆に今あるものをゼロにする力があります。つまり、何でもできるってこと。今神王に原子神王がいますが、その神は、物理無効、能力無効、の体制をデフォルトにしています。それって対策なかったら常に攻撃が通らないじゃん。それに加えて独自の力を原子から作り出すこともできるから、創生と破壊、守護、法則の上位互換にある能力なのです。すごい。どんな能力も関係なく無効化させる力。相当やりづらい能力だね。私が喉から手が出るほど欲しかった能力者です。おそらくせっかちゃんが作った氷も、原子支配で霊から作ったものなのでしょう。生成方法は以前の能力で心得ていたから。そっか。でもそう考えたら納得できる技もあるわ。私が大量の毒虫をゼロという技で一気に霧状に消した大技。おそらくそれが原子支配の技の一つなんでしょうね。これは正直期待値が高いです。潜在能力も含めると神王クラスまで見込めそうです。よかった、私、神界でもやっていけるんだ。原子支配、だからもうせっかちゃんの中身に精油の力が反映されなくなったのね。だから戦闘力100億から1億まで下がったんだ。え、どうしたの？いえ、なんでもないですよ。せっかちゃんの中身油性油も出してあげないと。それでは確認させてもらいますね。ご主人の場合は大踏み率の段階でどこまでの潜在能力を回復させているかですね。戦闘力は、15万。今はこれくらいですが、おそらく半年ほどで1億近くまでは持っていけるでしょう。そっか、ならよかった。それで能力は、出た。ごめんなさい、ご主人。どうしたの、メリア。いえ、ですが、でも、あれ、でも可能なの。いや、そんなはずは。メリア、大丈夫。今のご主人の能力、法則を支配する能力。これは精神のオーブを取り戻しましたので納得できます。操る、から、支配、になったんだね。でも納得できるってことは他に何かあったの？はい、ご主人の能力に私の全知全能支配が宿っているんです。そうなの、全然実感なかった。基本法則と変わりませんからね、法則や原子、多くの支配を支配するのが全知全能。今神界では最強の能力とされています。現帝王神、帝王神候補私含め10名は全員全知全能支配を持っています。でもそれは現帝王神の子供だから、それに対してご主人は元は法則神、全知全能を使えるはずがないんです。そうなんだ。
それにそれだけじゃないんです。高速支配と全知全能支配を習得したことで、とんでもない能力を開花させています。とんでもない能力。全知全能をはるかに凌駕する究極の力、神羅万象支配。私も現物で初めて見ました。これは限定王神ですら絶対に届かない領域だとされていたから。全知全能支配は今まで神羅万象支配に最も近い能力とされていましたが、これはメディアがここまで驚くほどなんだ。すごいです。全知全能なんて神羅万象支配の一部にも満たしていない。私たちの考えが甘かった。でもそれって制御できなかったら大変なんぜ。ご主人、失礼します。うわ、何その羽。何か、やっぱり。え、ご主人、ちょっと身体検査しますね。あ、それで、どうだった。ご主人の体、細かくは、目、羽、肉体部位含め全体、全部に神羅万象支配が影響しています。影響してくるとどうなるの。わからない。そもそも神羅万象なんて今の神界で誰も到達していない領域。私の知識量を全部使っても1割も理解できなかった。つまりどうなるかわからない。はい、でもわかったことはあります。全知全能支配がご主人に宿ったのは、私が2年間ご主人の体内で同化し、私のエネルギーを送り続けたからだと思います。そっか、そこしかメリアちゃんから外に行く方法がないもんね。そしてもう一つ、ご主人と身体的関わりを持ったものは神羅万象支配の影響で極限まで進化する。身体的関わり、ご主人との接吻、まぐわい、あとは、高濃度な人力提供。ああ、そういうことね。おそらく、ご主人の中の王竜はご主人の覚醒の影響を受けて、極限まで進化した。私はパトトキスをしたから覚醒した。そうですね、だとしたら、納得できます。でもそうなった場合、せっかちゃんの声優も出す必要がありますね。そうね、私の体が影響してるってことは、私に宿っている声優も影響を受けているかもしれないしね。それもありますし、せっかちゃんが指揮の能力を失ったことで、声優の力が関与できなくなっているのです。つまり、今日は俺の中から王竜とせっかの中から声優を出すのか。今日はご主人のみです。明日、せっかちゃんの声優を出しましょう。術者の負担を考えると、それがいい。そうだね、それじゃあそうしましょう。あと、ご主人、あなたは当分、羽の使用を禁止します。そうだね、制御しきれないものを扱うのは危険すぎる。あと、身体的関わり、これを専属神だけに留めてください。あ、俺はそんなことしないぞ。ヘタレだもんね。うるさい。それもありますが、力の提供もです。力を吸収するタイプもまずいですね。とりあえず羽の収納は今から教えますので、こっちに。せっかちゃんもご主人も恐ろしいほどのセンスを持ち合わせていた。ご主人に関しては使えれば無限に成長する、ですが、扱えない以上、今はただ厄介な能力でしかない。だからご主人にはまず法則、次に全知全能と、順番に教えよう。今は能力を使えないけど、私も影響は受けている。全部戻った時、私はどうなっているか。すまない、少々遅くなった。結果。ねえ、お父さん、相談があるんだけど。なんだ。引き手を継ぐの。やめてー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。